皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。小学校6年生の算数、今回は工夫して体積を求める問題、これを3問やってみたいと思います。括弧1、これを見てください。で、円柱があるんですけれど、真ん中の部分が円柱の形で空洞になっています。じゃあこの体積どうやって求めたらいいかと。円柱や角柱の体積というのは底面積×高さ、底面積×高さ、ね、こういう公式で求められましたね。ですからこれを使います。じゃあこの底面積どうやって求めるか、この円柱を上から見てみると、大きな円があって真ん中が空洞になっていると。底面の面積は今斜線を引いているこの部分ですね、この部分の面積になります。この面積どうすればいいかと、大きな円の面積を出して、それから空洞になっている円の面積を引けばいいと、ね、こうなりますね。で、大きな円の半径、これは10センチ。小さな円の空洞の部分の円の半径、これは5センチですね。大きな円の半径の面積は 10×10×3.14。 これから内側の空洞部分の円の面積を引きます。空洞部分の円の半径5センチですから、5×5×3.14、 こうなりますね。これは、計算すると235.5、これが斜線部分の、面積、つまりこの立体の底面積になります。ここで立体の、体積を出すには、この底面積に高さの20センチをかければいいわけですから、235.5×20、 これを計算すると4710となり、答えは4710立方センチメートルと、こう出せるわけです。皆さんはちゃんとね、しっかり計算してください。筆算で計算して答えを出してください。で、括弧2に行きます。括弧2はここの部分半円になっています。ですからこれ半円柱ね、こんな形ですよね。同じく底面の面積を出しましょう。上から見るとこんな半円ですね。そして半径が4センチとこうなっています。ですからこれは半径4センチの円の面積を出して、その半分ですから、それを2で割って立体の高さの8センチをかければ、この体積出てくるということです。ですからまずこの半円の面積、4×4×3.14、 これだと円一つ分ですから、半円ですから、これを半分にします。割る2。そしてこの立体の高さの8センチですね、8センチをかける、計算すると 200.96、 こうなるので答えは 200.96 立方センチメートルと、このように出せるわけです。では括弧3に行きましょう。括弧3はちょっと変わった形ですよね。で、いろんな考え方あるんですけれど、今回はこの図形2つに分けて、それを小さい方と大きい方出していきたいと思います。じゃあどういうふうに2つに分けるか、今回はね、ここでこうやって切っちゃいたいと思います。
で、上の部分の小さい四角柱、下の部分の大きな四角柱、これを別々に出して足し算をします。もちろんできる人はね、一つの式でやって構いませんよ。じゃあこれどうなっているか絵を描いてみましょう、ね、こうなって小さい部分はこんな形ですよね。で、ここの部分が10センチと、そしてここが5センチと、そしてここの高さの部分、これ4センチですよね。こうなっているので、底面積は長方形で 5×10、これに立体の高さの4をかけると体積になって ×4 と、ね、これ200ですよね。この部分の体積は200立方センチメートルです。下の部分ですね、今度大きな部分ですね。これはどうなっているかというと、こんなになっていますね。で、ここが10センチと、そしてここが10センチなので、ここも10センチですね。10センチと。正方形ですね、ここの部分。そしてここの高さなんですけれど、上から下までが10センチで、この上の小さい部分で4センチを取られちゃってるので、10-4ということで、大きい方の立体の高さはこれ6センチになります。底面積 10×10、 それに高さの6をかけます。そうすると600ですね。下の部分は600立方センチメートルと、こうなるので、合わせて200+600で800となって、800立方センチメートルというのが3番の立体の体積ということになります。今回は工夫して体積を求める問題3問解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。